ただ雨が強くなってきてますね。審判ちょっと濡れちゃうから終わりにしよう。審判濡れちゃうわ。まあ、お客さんもね、まあ、選手たちも風邪ひいちゃうから、まあ、決して7回で試合成立してるから中止にしたいってわけじゃなくて、まあ、あくまでねファンの方々のためと、まあ、選手のため、まあ、これはもう試合成立で我々のコールド勝ちにした方がいいんじゃないかな。ちょっとファンの皆さんがかわいそうだ。別に俺らは9回までやっていいけど、ちょっとファンの人たちはかわいそう。頑張ろう小島、ちょっと手が滑るかもしれんけどね。おい大丈夫か小島、打たれるな青木の力に。まあこういうところで打つのが青木だけど、ほら審判がほらコールドゲームにしないから。ああ、審判のせいだ。もういいって。結局テストの塩見やん。おいしって、コナミが好きそうな選手ばっか打つやん。いいって、ノリチカと塩見と鉄と、なんか誰でも分かるヤクルトのすごい選手じゃん。なんか野球知らなくてもギリ知ってるラインぐらいの選手。塩見知らんか。野球見てなかったら塩見は知らんな。青木のリチカはまだしも塩見は知らんわ。いいんじゃない。あらら、行っちゃうわ。ああ神宮は狭いな。そら打てるわホームラン。ちょろいわ。いきり散らかしてます。私は今いきり散らかしています。素晴らしいバッティングだ。